そのような本当の和の時間でございます。皆さんおはようございます。時刻は9時半を回りました。本日もお話を進めていきますが、本日も東京からこの方来てくれてます。それでは北条さんどうぞ。はい、おはようございます。 WO イーストの北条です。どうぞよろしくお願いいたします。いつも本当に遠くまでありがとうございます。いいえ、もう沖縄大好きなんで必ず聞きます、ね、本当ですね、はい、嬉しいですね、はい、そして今月はなんと美人月間ということで、はいはい、今日も先週に引き続きこの方です。それでは先生どうぞ。今日もありがとうございます。大阪から、参りました消化器内科医の中島幸子と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは早速いろいろと、もう時間もないので聞いていきたいと思うんですが先週はですね、実は脳と腸はすごい関係性があるよということで、脳腸相関という言葉で、それは何ぞやみたいな謎かけみたいなやつで終わりましたが、はい、さて詳しくちょっと教えていただきたいんですけど、はい、割とこれも先週お話しさせていただいた腸は第二の脳っていう言葉と一緒でね、脳腸相関という言葉耳にする方増えてきているかもしれないんですけれども、はい、前回にもお話しさせていただいた、こう頭の脳ストレスかかることでお腹の調子が悪くなる、逆にお腹の調子がお腹痛くなったなと思う時ってちょっと気分が沈んで出かけたくないなって思ったりする、うん、どっちもがこう一緒にこう働き合ってて調節しているっていうことを脳腸相関って言うんですが、うん、皆さん意外とこう日常で今ね、先週言ってたこうストレスかかるとすぐお腹痛くなってトイレ行きたくなるっていうのが頭とつながってるなんて改めて考えたことってないと思うんですけれどもね、結構こう最近患者様でいらっしゃる中で若い方でね、こう吐き気が収まらないって言ってずっと吐き気止めを飲まないと仕事できない方とか、あともう胃が痛くって夜も目が覚めてしまうっていう方が年齢いかれてる方だけじゃなくて若い人20代の人とかで結構多いんですね。でただそれが何のせいかが全然皆さん分からずで当然病院来られて、はい、若い人でもこう胃カメラを受けますとかっていう方もいらっしゃるんですけど、当然見に行っても何の異常もないんですよね。でそれが自律神経の神経的なところから来てるものですよってお話をするんですけれども、まあキョトンとした感じなんですよね、まあ、自律神経で何ぞやっていうところになってくるのでね、うん、で自律神経失調症っていう言葉をちょっと耳にすることがあると思うんですが、ね、自分たちには関係ないやって思ってる人多いんですね、うん、ね、北条さんなんか特にそう感じれないです。あまりなさそうな感じがしますけど僕もないと思ってますよね、はい、だからなんかこうしんどい人みたいな、自律神経失調症ってもうなんか人によったら、まあ、あんまりダメな人みたいな感じで言われがちなんですけれども、うん、まあ、失調症っていう言葉で言ってしまうとそう思われがちなんですが、皆さん自律神経ってうまくコントロールできてるとできてない時ってやっぱりあるんですね、うん、でその自律神経ってもう皆さんだから持ってるものなんですよね、はいはいはい、交感神経と副交感神経、うん、もうこれも聞いたことあるかもしれないですが、はい、この2つの神経で人の体はコントロールされてます。それぞれの臓器全部コントロールされてますけれど、分かりやすいところで言うと緊張したりとか走ったりとかすると脈が速くなりますよね、はいはいはい、でゆっくりしてリラックスする、特に寝てる時とか脈拍すごいゆっくりになる、これもその自律神経が交感神経の方が興奮状態になると脈速くなるし、リラックスして副交感神経が優位になると脈もゆっくりになる、でこれも分かりやすいところでなんですよね、はいはいはい、でこれが体の中、心臓の今脈拍だけじゃなくって、うん、どの臓器でも全部それが関わってるんですね。で興奮状態だからアクセルとブレーキっていう言い方をよくされますけれども、うんうん、はい、交感神経アクセル踏んでる時なので、例えばこうスッと頑張ってる時はこう瞳孔が開くとか、うんうん、リラックスするとこうシュッと寝るように瞳孔が縮むとかね、はい、あとは口の中すごいこう緊張すると乾くっていう人いると思うんですけど、ね、はいはいはい、興奮状態になるとね、もう唾液がこ う, うまく出なくなって乾燥したりとか、うん、でリラックスすると食べ物食べる時にしっかり唾液が出ると食事おいしく食べれるとかいう状態なんですね、うん、で消化器の動き、口から食べ物が入って喉を通る、食道の中から胃、十二指腸、小腸、大腸と流れていきますが、はい、その時のその、消化の動きって全部この
交感神経と副交感神経でコントロールされてるんですよね。副交感神経も関係あるんですか？そうなんです、皆さんそうおっしゃるんですね、うんうん、なんかアクセルの状態で交感神経働いて動くんだろうって皆さん思ってるんですけども、はいはいはい、うん、さっきさっきじゃ前回ですね、はい、誰かから怒られたりしながら食事食べたらとか、緊張しながら食事食べたらなんか胃が痛くなるとか、お腹痛くなるってお話をしましたけれども、リラックスして食べると消化がうまくいくんですよね。ということはリラックスの神経って言ったら副交感神経が優位に働くと胃腸の動きってうまく働くんですよね。だから口の中がしっかり唾液が出るのも副交感神経が優位なリラックスしてる時で、わかります、はい、ちょっとね、体験、忙しい時にご飯食べたら僕胃もたれするんですよ、はいはい、そうです、同じ量でも、それです、まさにそれですね、え、はい、すごい鳥肌、うん、すげえ。私営業職だったんで、はい、2分で飯食えとか1分で飯食えっても、はいはい、仕事できないやつは飯食うの遅いんだよとかってね言われてましたからもう早く食べるのがいつの間にか当たり前になっちゃったりして、はい、でもすごく早く食べるとね、やっぱり後からその時は入るんですけど、後からぐっと胃が痛くなるっていうのも、こう急いで食べてるからこう活発になってるんじゃないかって思うんですけれども、交感神経が優位になってるってことですよね。それがそうじゃなくて副交感神経が優位になってるんです、必要なんですね。あ、だから今その焦って胃が痛くなる方は交感神経がそう優位になってること、だから ならない人は働いてくれてるんですか、無理やり食べてる割には。無理やり食べてる割には意外とこうね、メンタル強いなんて言い方しますけども、そのそれぞれの人の自律神経ってやっぱりすごい弱い方と強さある人ってやっぱり差があるので、結構急いで食べててもしっかり消化できる人はそれなりの自律神経の強さを持ってるんですね。これ例えばその方が日頃からすごく運動をよくしているとか、日頃から食事気をつけてたりとか、睡眠も十分とってるとか、そういう方の場合は同じ状況下でバーッと焦って食べてもそういう症状が出ない人はいます。自律神経やっぱり強いですよね、うん、なるほど。お嬢さんだから強いんですよね、きっと。強いみたいですだって胃もたれしないっていうから、ね、カレーを飲み物って言ってますか、ね、すごい羨ましいですよ、ね、本当に。まあいいことなんですけど、自律神経強いのはいいこと、年齢いくとね、自律神経って弱くなりますよって前回お伝えしたんだけれども、ね、はいはいはい、それでもやっぱりその強さって年齢だけじゃなくて20代の方とかでも弱い方っていらっしゃるので、今言ったようにこう食べ物食べてからこう消化されていくまでの動きも全部、その副交感神経が優位になっているリラックスしている状態じゃないと働かないっていうのが、自律神経をあんまりこうないがしろにしたらいけないよっていうところなんですよね。はい、なるほど、うん、じゃあいい感じで今終わったので一旦 CM 行きたいと思います、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当の話でございます。今日本当に大阪から中島先生来てくれて、すごいなんていうんですかね、もう身に詰まる話。どうですか、北条さん。ねえ、ご飯美味しいんですけど、私いつでもでも過信しちゃいけないですよ ね、 そうですね。私あれなんですよ、還暦月間でしてね。ああ、そうなんですね、はい、ちょっと前に還暦になりまして。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に全く見えないですね。でも見えないしありがたいです。なんか強いですね、本当に。で、還暦月間入ったばっかりなんで、はい、先週愛媛に行ってたんですけど、はい、みかん色のシャツを着てたんですけどね、はいはい、なんでみかん色なんですかって、まあ、愛媛来たからとは言ってたんですけど実はもう還暦になりました。いや、ありがとうございます。すごい。それでね、え、胃腸も強いという、ね、そうですね、胃腸だからねものすごく元気。加藤さん、便秘なんかしたことないですかね。しないですね。ないですかね、はい、なんか最近は年いかれた方の、お年いかれた方の便秘だけじゃなくて、もう10代の方とかでも便秘の人っていらっしゃるんですけど、トイレにお母様がねいらっしゃって、この子トイレに3時間座ってるんですって方たまに聞くんですね。これなぜかというと、便意があるのにトイレに行くんだけれども、うん、便が出ないっていう、ね、で、まあ、若い方たちだけじゃなくて、年齢いかれた方でもご経験あるかも、こうしたいけどトイレ行っても出ないっていう人が、うん、これまた自律神経関わってるんですね。
トイレ行くとスッと出る方って、まあね、あんまりそういうのってわからないと思うんですけど、うん、人の、あの、私ちょっと消化器内科なので普通にこういう話をしてしまうんですが、あの肛門お尻のところって筋肉でこう自分でねこうする感覚わかりますよね、力入れてね、その時にぐっと自分で力入れて便できるんですけれども、その内側にもう一つ筋肉があるんですね、内肛門括約筋ってね。で、皆さんが力入れて出せてるのって外、外側の外肛門括約筋って、その内側の筋肉って今の自律神経がコントロールしているので、交感神経がぐっとこう活発になってて緊張状態みたいにあると、トイレ行きたくて外側ぐっと気張っても内側の筋肉緩まないんですね。2段階でこう、そうなんですよ、あ、はい、そうなんだ、うん、はあ、だから準備ができてない状態というか、すっごい緊張して焦ってもう今家から出ないといけないのにトイレ行きたいけどって、トイレ座っても出ないみたいなね、そういうのがある方、焦りますよね、そうなっちゃうと。で、旅行先でバスもう出るけどトイレ行きたいとかね、なった時トイレ行ってもすごいしたいのに出ないっていうのは、すごい緊張状態で焦ってるので、自分で気張るけど内側がこう緩まないっていうのも自律神経で、先ほど言った10代の息子さんっていうのが、おそらく何か学校のこととかでストレスあられたみたいで、トイレ座るんだけど便意があるから座ってるんだけども出ないのでずっと座ってるみたいな感じらしいんですよね。この前私の友人が新幹線それで乗り過ごしてしまいます、はい、乗り過ごすというか、はい、乗りそびれてしまう。そうですよね、結構いるんですね。いますね、あの家出たいけどもそれで遅れちゃったとかいう人もいますよね。だからこの自律神経がそれぐらいこう腸の状態、それからいろんな体の臓器に関わってるっていうことを言われてはいるんですけれども、はい、私も今最近ねテレビのニュースとかでも水素のお話っていうのをよく目にするようになってきたんですが、はい、あの血液の、ね、流れを良くする働きがあったりとかいうのもよく耳にするんですけれども、今日お話ししていた自律神経を調整するっていう効果も、あの出てきてるっていうようなことが研究で、そうなんですよね、研究で分かっているようなんですね。まだ人の体でそこまではデータが出てるわけではおそらくないと思うんですけれども、マウスとかラットとかの実験で交感神経と副交感神経 の、 あの今言ってた自律神経ですね、 の、 あの働きっていうのを見たときに、水素吸入を1時間したマウス、ラットだったかなと、していないものでちょっとこう差が出たっていうのデータを慶応大学が出してるっていうのを拝見したんですけれどもね、まだ人でどれぐらいかっていうのは、まあ、これからのことだと思うんですけれども、そういう自律神経の調整が、うまく自分でねコントロールがわからないっていう方がやっぱり多いので、いろんな他のものでっていうと、まあ、運動したり睡眠とったりもいいんですけれども、あの水素がそこにあの助けが あればいいなとはやはり思うので、今後のまたそういう論文とかも、期待はできるなとは思っていますよね。僕も水素を吸ったら眠たくなります、これはきっと副交感神経、そうなんですかね、はい、ね、リラックスできますもんね。そうですね、だからやっぱり多少関係してるという感じなんでしょうね、眠くなるって方多いですね、ですよね、はい、なんかこちらに来た方も結構いますもんね。逆に目が冴えるって人もいます。え、そうなんだ、はい、血流が良くなって、それがもともと緊張している人がリラックスに働くなら眠気も来るけれども、あのその血流良くなることによって体が温まってこう活発になるっていう人もやっぱりいらっしゃるんですよね。で、面白いのは、その例えば仕事でパソコンを打たなきゃいけないけど疲れてるからうーってなってる時に水素吸うと目がシャキッて、はいはいはい、でやっぱり寝なきゃいけないタイミングで水素吸うとドヨンって眠くなるんで、非常に面白いですね。すごい面白いですね。っていうことが、まあでもこの慶応大学の研究であったそうですね、拝見したので、まだまだおそらく実験段階のようなものではあると思うんですけれども、あの人の体のその自律神経というのは本当に大切なものだけれども、意外とこう分からないというかね、あのところにあるので、これから期待したいなというところですね。なるほど、分かりました。じゃあ続きは一旦 CM の後でお願いします。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
そのような本当の輪でございます。今日もですね、中島先生来ていただいてすごいいろんな話をしてくれていますが、そのじゃあ自律神経をこのなんていうのか良くするって言えばいいんですか、はいはい、整える、ね、そうですね、整えるためにはどうすればいいのかっていうところですよね、はいはい、あの先ほども言ってたように、こう自分でなかなか気づいていないところで自律神経にダメージを与えているけれども気づいてない場合もあるから、はい、じゃあそれが何で自分はその自律神経を痛めつけているのかがわからないテストの場合にも、まあ、強制的に自分の体の自律神経をこう調節するってやっぱり一番簡単なのは皆さんが日々寝ることなんですけれども ね、 はいはい、ね、睡眠ですよね、うん、で、まあ、それが一つで、睡眠ってよく2時に夜中の2時に寝ましたけど10時まで朝の10時まで寝てるので8時間は寝てるので大丈夫とかいう人とかいるんですけれども、はいはいはい、あとは本当に極端な人いたのは5時に寝たけど昼まで寝てるので大丈夫とか人いるんですけどねあの人の体ってね、夜中の、まあ、よくゴールデンタイム10時から2時の間には寝ましょうなんて言われるのが、はいはいはい、あの体の中からコルチゾールとかってこう体のいいホルモンがね、いろいろ成長ホルモンとかもそうですけれども、うん、あのいいホルモンが出てこう修復してあげる時間っていうのがあるんですよね、うん、その時間ってやっぱりその10時から2時なんだけどできれば12時より前に寝てくださいっていうのが、その時間帯に体のいろんな臓器を修復する、特に解毒の作用を持っている肝臓とかね、あとは心臓を休めてあげる時間、それから消化器の系統のところもその時間帯に休めてあげる時間とか言われてはいるんですね。だから肝臓もそうですね、だから睡眠の時間が2時から10時までで8時間じゃなくて、できたら夜の10時11時に寝て7時間ぐらいとか寝れれば一番回復力、自律神経の回復もすごくいいので、なのであのしっかり割と早めの時間に寝て早く起きるっていうのはそういう面でも自律神経の面でもいいとは言われてますよね。そうなんですね、うん、この決まってるっていうのがすごいですね。そうなんですよ、これちょっと東洋学的な考えでね、皆さんあの調べてもらったらね、肝臓の時間とかね、心臓の時間はこの時間ってあるんですね、昼と夜でね。だからお昼、なぜお昼ご飯を12時に食べるのかって言ったら、その時間が消化力が一番高い時間なんですよ、ね、なるほど、そういうふうに言われてるので、遅く寝て、ゆっくり起きる人って、はい、時差ボケみたいな状態ってことですか。そうなんですよね、だから意外と休まってるようで寝てるんだけども、結構しんどい人多いんですよね、体がね。あ、なるほど、自律神経はなかなか整えにくいってことですよね。だから なんかあれですよね、あの寝なきゃと思って寝るけど、そんなに深く寝れてないですよね、うん、そうですね。だから胃腸の調子悪い人をですね、夜中に寝てね、で、あと、まあ、睡眠で、まあ、運動の話もそうですし、さっき言ってますよね、運動したら自律神経ある程度整うのは、体からこうホルモン、いいホルモンが出てくれるっていうのはあったりとか。あ、それで運動しなさいっていうんだ。そうなんですよ、体鍛えなさいっていうだけじゃなくてね、太ももをスクワットしてくださいってよく言われるのがね、うん、太ももの大腿四頭筋って人の体の中で一番大きい筋肉なんですけど、はいはいはい、そこを使うと頭の脳からいろんなホルモンが出るので、それで自律神経も整えてくれる。昨日久しぶりに宜野湾のラウンド1に行ってしまいました。あ、よかった、運動したんですね。ちょうどよかった、全身打撲のような気がするんですけどいや、それがいいかもしれません。たまにはそういうことやんないといけないなと思って。そうですよね、はい、ただあの過酷すぎる、まあボーリングは大丈夫だと思うんですけど、はいはい、あの過酷すぎる運動もちょっと自律神経痛めすぎるので気をつけてもらって、で、あとは皆さん一番やってほしいのが呼吸です。呼吸、深呼吸してください。深呼吸、はい、深くですね、はい、ゆっくり。これ深呼吸は普通の深呼吸でいいんですか。そうですね、あのね、普通のというかできたら吐く息ちょっと長めにしてもらった方がいい。なるほど、なんか鼻から吸って、そうですね、口から吐くみたいなことを言うじゃないですか。あの吸うとき交感神経、吐くとき副交感神経、要するに吸うときが興奮のアクセルの方、吐くときがリラックスの方って思ってもらって、多分ね、緊張してる人ね、吐く息あんまり長く投げな、あの吐けないです。なるほど、しんどいんですよね、吐く息吐けなくて。だから過換気ってよく言いますけども、吐く息がなかなか吐けないっていう人はちょっと緊張状態、体自律神経使いすぎてるなと思ってもらった方がいいですよね。呼吸浅いですよとかいう。そうです、そうです。だから深呼吸しても息ね、深く全然入ってない人いるんですけど、あの勝手に自然にほっといても呼吸ってしてますよね。はいはいはい、けど自分でもしようと思ったらできますよね。できます、できます。人の体の中で唯一自分でできて自律神経でもコントロールされてるのが呼吸なんですよね。すごい、だからヨガで
吸って吐く息長めにとかいうのがそれでなんですよね、うんうんうん、だから吐く息長く吐けることで副交感神経リラックスを調節できるっていうのがあるので、一番簡単に何も道具がなくてもできるので、ただ意外と皆さんできてないので、できてない、はい、はい。多分ね、今聞いてる人たちはやってると思いますけど、はい、僕らもやってましたからね、はい、ね。そうするとね、姿勢も良くなるので、ね、深呼吸するとね、深呼吸いいことばっかりですね、はい。他にありますか？あとね、あのさっき言ったちょっと甘いもん取りすぎないようにと、それから、スマホとかコンピューター、寝る2時間前ぐらいにはあんまりギリギリまで見ない方がいいですね。あ、まあまあ言いますけど、はい、興奮しちゃう。そうですね、体が。スマホ見ながら寝落ちするんですけど、すね、それはダメなんですか？熟睡できてない人多いと思います。そうなんだ。ブルーライトをカットしてもダメですか？やっぱり見ない方がいい。やっぱりそうですね、光が入るっていうのがね、あの頭の脳の中がブワーッと動いている状態になっているのでね、あのさっき言ってた脳のホルモンっていう関係で言うと、やっぱり分泌量って落ちるって言われてますよね。あとお風呂もあんまりギリギリに入らない方がいいって言われてますね。あ、はいはい、そうですね、体温上がって下がるときに眠くなるって言いますよね。すよ、うん、あんまり直前だとですよね。そうなんです。入浴の話もね、言い出すと本当に血糖値とかそういう関係で言うとね、熱いお風呂入ると良くないって言うじゃないですか。あんまり高温すぎるとリラックスできないから、あの最初スッと入った瞬間いいんですけれどもね、あのリラックスできるぐらいの温度って割とぬるめの温度なんですよね。熱すぎるとちょっと興奮、交感神経の方が優位になりすぎちゃうので、あの短時間だったらいいんですけれどもね、あんまり長時間熱いお風呂に入ると良くないっていうのは血圧だけの問題とかではなくて、心臓バクバクしちゃいますもんね、熱いのですとね、だからそれも交感神経がこう過敏になりすぎるので、ちょっとぬるめの方がゆっくり副交感神経にいいっていうところですよね。だから言い出すと本当にいろんなね、生活習慣が改善させる手段はいろいろあるんですけれども、はいはい、まあ、うん、自律神経がかなり関わっている。そうですね、中島先生月間が必要ですね。必要です ね, ね、本当 に, 本当に時々これをね言ってあげたら、あ、やってないからやらなきゃって皆さんなると思うんですけどね。そうそうそう、これあの年に2回ぐらいね、本当にだからせめてちょっとこう呼吸ね意識してもらったら、忙しい方も仕事しながらでもできることなのでね、深呼吸です ね, そうですね、ちょっと意識したいと思います、ね。それとちょっと質問なんですけど、はい、そのうちの知り合いが、はい、若い時は全然なかったけど、最近低 気圧のあれで頭痛がすると、はいはい、あ、電気痛の方ね、そう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 、多いですよね。これって、はい、この人は結構糖分取ってるんですよ、はい、甘いの食べてるんですよ、はい、関係あります？はい、あのもう実は先日沖縄でさせていただいた講演の時にはそのお話も少ししたんですけれども、はい、気象、まあ、病っていうのかな、気候病とか気象病というかね、あの台風が来るとこう首が痛くなるとか、はいはいはい、頭痛くなる、めまいがするっていう方も自律神経の調節障害ですよね。へー、そこなんですね。だからその方が甘いものだけが原因かどうかわからないですけれども、うん、あの気圧差とかによって頭痛がする人は自律神経なんですね。自律神経が、まあ、うまくコントロールできてないところなんですよね、はい、気圧によって体は影響を受けているものを自律神経でうまくコントロールしてるんですよ、皆さんはね。だから症状なんて出ないように本当はなってるはずなのに、なるほど、その時に不調が出る人っていうのは、はい、やっぱりそういう 体質なんじゃなくて、うん、自律神経のバランスがうまくできていないので、うん、日頃からのさっき言ってたようなことをちょっと心がけてもらうと、まあ、その方が甘いものすごいよく食べるんだったら、そうそうそう、あの砂糖じゃない甘いもの、例えば蜂蜜であったりとか、果物、そうですね、あの果糖、果物、あの食べ過ぎは確かに糖質ちょっと良くないけれども、はいはい、砂糖、白い砂糖を取るよりかはね、あの、うん、血糖値がやっぱり上がりにくいものを取ってもらった方が自律神経を調整できますね。なるほど、いや素晴らしいお話、すごいですね、はい、ありがたい、もう感動しますね感動しますね、はい、ということでもうお時間となりました。本日の、嘘のような本当の話でございます。本当にあの2週にわたってありがとうございます。ありがとうございました。すごいお話でした。でぜひ皆さん気軽にお問い合わせください。いつも言ってますが、メール電話でよろしくお願いします。さあもう時間もないので、ちょっとね細かいのはホームページを見ていただければと思います。はい、はい、北条先生も、北条さんもありがとうございました。ありがとうございます。はい、中島先生もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週、さよなら、はい、さよなら。